1999年、平成11年、11月1日の早朝です。新聞配達員が埼玉県坂戸市にある団地に新聞を配りに来ていました。この団地は高齢者も多く、集合ポストではなくドアに設置されているポストに新聞を投函しておりました。この日もエレベーターを使い、最上階から一軒一軒配っておりました。7階から6階に降りるときに少し不穏な空気を感じます。そして6階にたどり着くと真っ赤に染まった女性が倒れていたのです。新聞配達員は警察に通報を入れます。この事件、私の考察通りならば絶対に許してはならない事件に思えます。皆様の考察もコメント欄にお願いいたします。またチャンネル登録お願いいたします。それでは行きましょうか。それではこの事件について皆様にご説明させていただきます。通報を受けた警察は現場に駆けつけます。そうすると倒れていた女性はすでに息を引き取っている状態でした。身元確認をすると、この団地に住んでいた土屋明子さん、当時56歳でございました。土屋さんはこの団地で一人暮らしをされており、ご家族とは一緒に住んでおりませんでした。そして司法解剖が行われます。土屋さんは腹や右腕など3箇所をサクッとされており、その際に大量の血液が出てしまったことが原因だと判明いたします。警察が現場検証を行うことである程度の状況が分かってきます。土屋さんは6階の非常階段踊り場とエレベーターホールの境目付近で倒れておりました。6階へ降りる非常階段の途中にも血痕があったのです。このことから土屋さんが自宅のある7階のエレベーター付近で襲われ、非常階段を使って逃げます。その先の6階階段踊り場で襲われたとみられております。さらに詳細なことを調べるために団地内の住民に聞き込み調査を行っていきます。そうすると同じ7階に住む女性から証言を得られます。1日の午前0時過ぎに女性の悲鳴を聞いたのです。一方7階の男性は31日の午後10時過ぎに、泥棒何するのよという女性の小さな悲鳴を聞いていた。この証言には約2時間もの時間差がありました。これらのことから時刻は午後10時過ぎから1日未明の間と思われます。土屋さんは団地近くのパチンコ景品交換所に勤務をしており、午後10時過ぎまでここで働いておりました。さらには怪しい人物が2人いたのです。1人は60歳前後の男性で、よく土屋さん宅に出入りしていたそうですが、この事件以降パタリと姿を現さなくなったそうです。もう一人は現場付近で年齢30歳くらいの、身長170センチ以上で体格は痩せ型の不審な男性が目撃されていました。その人物が怪しいとみて捜査を行いますが、犯人にたどり着くことができず未解決事件となってしまうのです。それでは今宵の考察に移っていきます。素人ですので皆様のリテラシーでお願いいたします。それでは行きたく思います。まず犯人の目的です。土屋さんが奪われたのは持っていた財布のみで、鍵は残っておりました。また土屋さんの室内は荒らされた痕跡は報道されていないので、おそらく室内に侵入されていないか、もしくは室内からは奪われていないと思われます。おそらく土屋さん本人か、それとも財布の中身なのか、どちらかとなります。仮に土屋さんご本人が目的だった場合、場所的に違和感を感じます。
団地内で襲うとなると、喋り声、悲鳴などにより目撃される可能性が高まります。普通に考えて、そんなリスクは犯さないと思います。それならば、パチンコ景品所から自宅までの間で襲うと思います。では、目的は金銭だったのでしょうか。金銭だった場合は、財布だけのためにここまでのことはしません。時として忍び込んだ際に居合わせてしまった結果として、今回の事件のようになってしまうこともありますが、廊下ですれ違っただけでここまでのことはしません。さらに言えば、室内に上がり込んで奪った方がさらに多くの金額となり得ると思います。金銭でもなく、土屋さん本人でもないとしたら、他の理由なのかと考えてしまいますが、その両方だった可能性を今回考えました。お金が欲しくて、さらには土屋さんでなくてはいけなかったということです。聞き込み調査で得られた情報によると、22時過ぎに泥棒という声を聞いたそうです。室外で泥棒、何するのよというのも疑問が残ります。仮に本当に泥棒がいるのであれば、獲物を狙って徘徊していたことになるので、この声だけというのも変です。おそらくは土屋さんにたかりに来た人物だと言えると思います。複数回繰り返していたことから、土屋さんは嫌に思って声を荒げたと思います。それは22時の出来事でしょう。では深夜24時の悲鳴は何だったのかです。ここで私が思ったのは、22時の際にたかりに来た人物が脅してお金を出させるために再び現れたのではないかと思いました。おそらく部屋に入れては終わりだということで、部屋の前では会話が聞かれる恐れもあり、エレベーターホールに移動してそこで会話をしていたように思えます。そして土屋さんが頑なにお金を渡さないことなのか、怒りを助長させる発言をしたのかまでは分かりませんが、逆上をし今回の事件が起きたのではないかと考えました。土屋さんは54歳でしたので、おそらくよく部屋に現れていたという60歳くらいの男性だったのではないかと思います。60歳くらいの男性は、ある種紐のようなたかりを繰り返していたのではないかと思われます。そうなると、不審な30歳くらいの男は何だったのかというと、偶然なのかもしれません。時としてご年配の方は、普段見かけない人物を怪しいと認識してしまう人もあります。現に私も友人宅に行った際に、ご年配の方に舐めるように見られたこともあります。私の偏見でしたら申し訳ございません。では話を戻して、60歳くらいの人の目的は何だったのかというと、大金ではなく小銭、遊ぶ金欲しさ、そしてそのために女性から奪おうとする人物に思えます。仮にそうであったのならば、小銭のためにここまでのことをしているわけです。小銭すらないということは厚生年金とも思えません。もしかしたら生活保護で介護まで受けている可能性もあるのではないかと思われます。そんなやつに税金が使われているかと思うとヘドが出ます。同じように税金を使わせるのであれば、塀の中に入ってもらいたく思います。ただ情報があまりにも少なく、真相究明まではいけませんし、60歳男性というのも、もしかしたら警察はすでに事情聴取を済ませている可能性も十分にあります。そうであれば、今回の考察は根底から崩れていくと思いますけれども、考えるという歩みを止めたくはありません。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価お願いいたします。またお会いしましょう。